ず最初にあらすじを教えていただけますでしょうか。はい、ですね、はい、あらすじは、主人公の女の子が高校生の新井果歩という女の子なんですけど、その子が、まあ、学校のクラスメートにいじめられていて、家では父親の暴力を受けているという子なんですけど、その子の前に、まあ、クラスに現れた転校生が現れて、でその転校生の実は秘密があったというようなあらすじです。はい、卒業制作で作った映画なんですけど、もともと僕の学校の研究室で選べるのが、論文と、はい、脚本と作品の中から一つ選んで作って、はい、でその中で、まあ、論文と脚本は、まあ、書いてもこうあまりこう文字なんで、はい、理由を人に伝わらないので、じゃあ作品を作ろうかなということで、はい、まあ、じゃあ長編が大きくですね。で、こう長編映画作るってなって、はい、どんなビジョンでよしこれ作ろうみたいなって、どうとかありますか。そうですね、最初からこう学生ものを作ろうって思ったんですか。そうですね、割とこう高校生が出てくる映画をすごいよく撮ってて、まあ、それの集大成的なものとして、はいはい、その方たちの魅力が本当に映画の魅力になってて、はい、マルクも彼女たちの演技力で、うん、僕の拙い演出をサポートしたいなというような感じになってます。じゃあもともとこういう方々にやってもらおうと思って、それを頭に描きながら脚本を書いたっていう感じですか。そうですね、割とほぼ半分、まあ、3人ぐらいはもう最初から出てもらおうと決めて書いてました。じゃあもう元々そういう交友関係というか、元々知った上でっていうことなんですか。はい、あ、そうなんだ。で、まあ工夫されたということで、はい、キャストの方々の演技とかもあると思うんですけれども、はい、演技以外とか他にはありますか。うん、そうですね、まあ、あんまり内容にそうですよね、はい、まあ、そうですね、まあ、いじめは使ってるので、なんか結構社会派的な内容にも思われると思うんですけど、はい、僕としては全然そうじゃなくて、はい、むしろファンタジー映画として撮ってるので、はい、どうしてじゃあファンタジーなのかなっていうのを見てもらえると、はい、ファンタジーかな。そうですね、個人的にはこう、はい、音楽とかもすごい考えられた上で、まあ、音楽がない部分があったりとか、音楽で表現してる部分とかも多いなってすごく感じたんですけれども、はい、そういった点も結構工夫されたんですか。そうですね、まあ、まあ、音楽ありきというか、はい、割と編集を割と早くやってて、そこに音楽を当てたりとか、はい、だからまあ、絵がありきで作ってもらった曲もあるし、はい、後から、関係なく感じにもらった曲をどう編集で生かすかみたいな、まあ、そういう感じをしました。ありがとうございます。そうですね、東京学生映画祭っていうメジャーな映画祭っていうのを、家でウィキペディアで調べてから知ったんですけどまあ、そんな大きな映画祭に、まあ、4年間の集大成である卒業制作の映画がかかるっていうのは本当に光栄ですね。で、まあ、僕以外の作